ね、間違えて出ていきそうになった。ここってことやろ？この奥？違うんかい。ベロニカの呪文とスキルがセーニャに継承された。大抵こういうのさ、ストーリーの途中で離脱していく仲間、ね、せっかく育てたのにみたいなあるけど、ちゃんと受け継がれるんすね。まあ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 。あれよ、何やった？ドラクエ、何のやつやったっけ？セブン？かな？キーファが途中でおらんくなるやつ。あれめちゃくちゃキーファ攻められとったけどね。めっちゃ育成したのにみたいな。いつの間にか雨が止んだみたい。さっきまで空が泣いているようだったのに、あんなに雲が晴れ渡っているわ。そろそろ宿に戻らなくて大丈夫？じきに夜が明けてしまうから、眠れるうちに寝ておいた方がいいわよ。んてや、いつの間にやら。ああ、星まで出とるやん。え、なに？寝てていいの？あ、じゃあ寝まーす。別に時間が空こうとね、二度寝はできるんで。え、ね、他のメンバーは？他のメンバーはどこ行ったん？ネオンかな？え、そんなことある？そんなこと、ありそうな気がしてきた。おらんやんね。え、男連中は寝てんすか？あ、まあ、老おじいちゃんはおじいちゃんやけん起きとるとして。あ、おったわ。おったわ。やっぱ主人公だけやったんやね、寝よったのは。あゆな、あの時、魔王ウルノーガが生まれた時に、すべての運命は狂ってしまったのだな。俺がもっと早くホメロスの正体に気づいて止めることができていたら、あの幼子は死なずに済んだのだろうか。幼子？そんな幼くないんすけどね。セイヤと双子なので。え、知らんかったっけ？そんなわけないよね。え、知っとるよね。え、ねえ、ちょっと待って、どこ？階段か？え？え、違うわ。大聖堂に来とるわ、私。仲間を置いて里を出ていくわけにはいかない。え、そんなつもりじゃないんすよ。宿に戻ろうと思ってね。反対方向やった。そっか。とは、きっぱなんか。もうなんか夜が明けてきたよ。なんか外に出たら、またちょっと暗くなったな。そんなことある？普通外出た方が、お、おった。シルビアさん。神は？何？犬に懐かれた？ねえ、アイラちゃん。さっき宿屋の隣にテラスのあたりが不思議な光に包まれていたのよ。もうすぐ夜明けなのかしら。でも朝日よりももっと懐かしい感じがする不思議な光だったわ。ベロニカのことか？ん？そういうこと？くんくん。どうした？犬の話にもなんか触れてくれるんかと思ったけど、特に何もやったわ。ほらね、神。これは別に宿ではない。こっちか。ん？ここのこと？さっきシルビアさんが言ったの。ん？よね？多分。よし、戻ろ。ねえ、カミュは？あとカミュだけおらんねえけど。カミュだけ寝てるとかいうことはないんか。あ、待って。もしかしてもう一回店員に話さんといかん感じ？これ。寝させろよ、普通に。お帰りなさいませ、勇者様。ベッドに戻ってお休みになりますか？はい。かしこまりました。では、ゆっくりお休みくださいませ。二度寝、二度寝。ちょっと間の時間長かったけどね。だいぶうろついたけど、二度寝。立ちふさぐのやめてもらえますかね。おはようございます。もう日が昇っておりますわ。いやね。今朝長老様が宿屋にいらして、だってすでにさっき、遠くの空は明るかったもん。案内するようにと言い、出て行かれたのです。ふんふんふん。先に起きていた。それがあれか、大聖堂の奥の扉から出たとこか。さあ、私たちも参りましょう。大聖堂近くの参道を抜ければ、長老様の待つゼーランド山の山頂へ行けますわ。
勇者が一番最後。重役出勤的な感じやね。さあ、張り切っていこうじゃないか。なんか探しよんかな。何やってんだい？うー、ベロニカの葬儀で飲み慣れないお酒を飲んだら気持ちが悪くてずっと立てないんだ。いや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 。人の葬儀でさ、そんなベロベロになるほど飲まないでくれます？こんな私を見たら、亡きベロニカは一体どう思うだろうか。自分で自分が情けない。うん、多分ここにね、幽霊になったベロニカの魂がおるとしたら、めちゃくちゃ馬鹿にされとると思うね。よし。これ多分私が何回も、ね、間違えて出ていきそうになった、ここってことやろ？この奥？違うんかい。お待ちください、アイナ様。長老様がゼーアヌ山の山頂でお話があると言い残しておりました。きっと何か手がかりを見つけたのですわ。ゼーアヌ山の山頂へは、大聖堂の隣にある山道から行けるはずです。さあ、行きましょう。なるほど。この奥ではなくて、外から横道に入っていくのね。どこだよ。そこ？え？それただの建物やね。え？え？え？こっち？合っとる？あ、こっちか。あ、なるほど、なるほど。マップで見とる場所が違っとった。おはようございます、アイナ様。今朝早くに長老様がここを通って、ゼーランド山山頂に向かっていきましたよ。勇士様が来たら通すように、だそうです。何があったのかわかりませんが、長老様に会っていてくださいませ。了解です。ふわぁ。こんな場所を通るのにさ、女の子を残していくなよ。もっと屈強な男を残していってくれないかね。別に誰でもいいけんさ、みんなムキムキやし。あ、でもあっという間に着く。別にモンスターとかおらなさそうやね。よかったよかった。お、これは話しかけれるタイプのヨッチではないの？え？あ、ほらほら話せる！イエーイ！あれ、勇士様だ。ナイスタイミング。僕探し物が苦手で苦労したんだけど、ついさっき合言葉を見つけたんだよ。諦めずに頑張り続ければ、なんとかなるものだね。それじゃあ今から合言葉を言うからね。アイナは冒険の書の合言葉を教えてもらった。エデンの祭壇のユバール族の休息地が解放されたようだ。おー、あれやん、キーファの話をすればやん。ね、ユバール族の休息地。その冒険の書の合言葉があれば、ヨッチ村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、ヨッチ族を見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。ユイ様、これからも頑張ってね。ヨッチ村のこと、頼んだよ。ヨッチ村行こう。行こう行こう。ルーラルーラ。ごめんね、みんな。もしかして行けんかな。先に、行かんと。他のみんなおらんしね。あは、書き消された。んじゃあ、後から行く。イベントが終了したら行くわ。おぉ。ユバール族の休息地か。え、キーファおるかな？アイラかな？実は昨夜、また夢を見ましてな。お。ベロニカがここにいる姿が見えたのです。それに導いてくれたよね、ベロニカ。この場所は勇者の峰。かつて勇者様が邪悪の神と戦った後に、空から舞い降りてきた地だと言われています。ベロニカは夢の中でこの地に立ってこの笛を吹いておりました。笛か。これは賢者セニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていったという笛。んなん置いていかれても困るよね。お守りとしてベロニカに持たせていたのですが、今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。お？そんな不思議なことが。もしかしたらこの笛が私たちに道を示してくれるかもしれん。せいにゃよ、さあ
吹いてみなさい。はい、それでは。これであれか、ケトスがやってくるってことか。名前合っとる？何も起きませんわね。てか何のメロディー？ですが、お姉様が夢の中に吹いていたなら、何のためらいもなく吹いたけど、必ず何か意味があるはずですわ。これはあなたがお持ちください。自分が吹いた笛を人に渡すなよ。お、この光は。おお、長くなった。釣り竿や釣り竿、釣れる。笛が、釣り竿になったように見えるが。うん。バカな。私は夢を見ているのか。私にもそういう風に見えるよ。これでケトスを釣り上げれるんか。キャー！当たりが来たわよ。聞いてみて。伝説の乗り物こんなのに釣り上げられるんやね。じゃあみんな手伝えって。手伝えって、めちゃくちゃ引きようやけん。あー、来た来た来た。あ、やっぱクジラで会っとるよね。来たよ。ケトス。空飛ぶクジラ。空飛ぶ、魚。いえ、あれは、クジラ？うんうん。おお、神話は本当だった。あれこそ、私が夢で見たもの。神の乗り物、ケトス。麓におる人らにも見えとるかな？今、伝説が蘇りました。その笛を吹けば、神の使いは、勇者様を大空へ誘いましょう。アユナは天空のフルートを手に入れた。世界のどこかにある紋章のある人間じゃないといかんってことか。天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。勇者様、お願いいたします。諸悪の根源たる魔王オルノーガを打ち果たして、ベロニカの無念を晴らしてくださいませ。ちょっとちゃんと吹いてって。私の耳には聞こえんよ、ゲームの BGM しか。あ、乗った。違う、私はヨッチ村に行きたいんやって。勝手に乗らないでくれます？でかっ。ケトスの上で走り回れるよ、あの広さ。走り回るなやって感じかもしれんけど、めっちゃ走り回れるよ、あれ。サイズ感がすげえ。何、目的地は分かっとん、ケトス。雲海の釣り師、亡きベロニカが残した笛で、雲海から神の乗り物ケトスを釣り上げた勇者に贈られる称号。勝手に動くのやめてや。嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。こういう勝手に動くタイプすごく嫌。何、どこに行くの？待てって。ケトスに乗って世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探そう。とりあえずそこにたどり着きたいね。あそこか。こっちの方向ってことかな。なんかこういうさ、自分の意思関係なく動く感じのってさ、なんか、あれなんよ。恐怖を感じるんよね。あ、あれか。なんか、不思議な生き物がおるところやない？この天空の島って。人間じゃなかったよね。あ、そうそうそう。こんな感じの、ああいう感じの生き物。天空に浮かぶ島。長老様の夢の通りなら、ここに闇を打ち払う力が。何でしょう。見たところ神殿のようですが。
私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。おお。なんかあのドラゴンボールのさ、ポポみたいなのがおった気がするんよね。なんかそういう感じのがいねえな。この中か。すごいなんかにっこり笑った顔みたいに見える。おい、何者か知らねえが出てきな。そこに隠れてるのは分かってるんだ。ずかずかと勝手に入ってきといて嫌な物言いやね。あっちからしたら恐怖でしかないやろ。ほらほら、これこれこれ。ポポよりかは目が怖くないね。うーん、なるほど。兄ちゃんがそうなのか。オイラは神の民だよ。神の民？なんだそりゃ。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼタシア創生の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。マジかよ。けどそんな大層なやつがこんなところで何してんだ。そりゃあもともとこの辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね。なんかあれやね、ドラクエシリーズって大抵空の上で暮らしよる人たちってさ、なんか落とされとるよね。そんなことが。なんか5の時とかもそうじゃなかった？あれ5じゃなかったっけ？魔王のやつ、むちゃくちゃ仕上がれ。あ、違うか。さっきは疑って悪かったな。あのメルビンとかのやつ。けどよ、なんであんたは助かったんだ？見たところこの場所は無事みたいだが。隠れてた。あ、でもこの建物ごとか。太陽の神殿の奥には世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の加護に守られて助かったんだ。え、それってさ、仲間たちは落とされただけ？落とされて死んだってこと？聖なる種火の加護だって、もしやそいつが。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいところだけど、オイラこう見えてまだ子供でさ。うん、子供としか思わんかったよ。そういう話は詳しくないんだ。まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっかくここまで来たんだ。子供が一人だけとかすごく悲しくない？聖なる種火ってのを調べてみるか。寂しくないんかな。そうですね。神殿の掃除中にみんなおらんくなっとるっていうのは。ああ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名は伊達じゃないよ。それに魔王が倒されて太女様が復活すれば、大いなる命の流れも蘇る。そうすれば死んでしまった者たちもいつかまた新たな命として生まれてくる。へえ、そんな風に割り切れるものかい。家族や友達も救われるってもんさ。ね、友達とか家族が死んだ時にでも生き返るじゃねえわ。生まれ変わるけん大丈夫とか思わんよね。だから頼んだよ。まあ、そう思うしかないか。勇者の兄ちゃん。あんた、こいつのこと。天から見守っとんなら知っとるやろ。この太陽の神殿には、オイラたち神の民が、ロトゼタシア創生の頃から守ってきた聖なる種火が祀られているんだ。神殿の奥にある聖なる種火を調べれば、闇を打ち払う力についても、何か手がかりが見つかるかもしれないよ。じゃあ調べますか。あ、あれは？
記憶が見れるやつか。胎児の根と似た不思議な気配を感じる。だが何も起こらないようだ。え、起こらんのかーい。真ん中のこれを調べんといかんのかな。ん？これか？この中に炎を入れて持ち歩くんかな。なんて清らかで神々しい。この炎が聖なる種火なのでしょうか。熱くないんかな。あの周りの赤いのは炎じゃないに。あざが反応している。光よるときて手なんともないんかな。なんか痛いとかドクドクするとか。言われんとわからんぐらいの感じ。あ、ほら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 。何だったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。アユナは聖なる種火を手に入れた。ん？皆様、あれを。お、これで記憶が見れるようになった。あの三本の苗木からは命の大樹にも似た不思議な力を感じます。あの木々を調べましょう。何か大事なことを伝えようとしている。私にはそう思えるのです。まあ私にもそう思えるけど。あの周りのも一応炎やったんかな。ただの結界っていうわけじゃなくて。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこの辺のさ、空中に浮いとる島はここもルーラーで来れるんかな。それとも一回一回ケトスでこんといかん。そんなことないか。不便よね。